今出ようと思ったらジャンパー抜いてるとこられました。作業のそのまま出てきたんですから。ですね、共同事業提案制度というのは、どこでも言うんですけども、とっても素敵な面がありまして、制度そのものをそのちゃんと見直していくということがくっついてまして、行政がきっちり作ったものがどんどん降りてくるものではなくて、というのが僕はとっても気に入っているところで、それを大事にしたいなと思っています。そうなんですけどね、今日はですね、趣旨に書いてあるように、その日常思いを持つ提案者に対する学びの機会を設けということなんですけども、実際に去年、初めての提案がなされまして、その中で本当に類似するものがたくさんあった。でこれが とても特徴的だったんですけれども、その一つのテーマをさまざまな切り口でみんなで考えようというようなこと、みんなで手を出していくというようなことをこれから考えていかなきゃいけないなということで今日のテーマになったということになります。それからもう一つは、これは別の場でたまたま最近話した話なんですけども、サラカラの中でも例えば市民フォーラムであるとか、サポートセンターであるとか、情報センター、環境情報センターであるとかって同じような類似機能のものがたくさん、これはどの街でもそうだと思うんですけども、そういう類似機能そのものがなんかうまくシェアしてみたり、それこそ知恵を出すというようなことができたらいいということも含めまして、今日の話に書いていただこうだと思っています。で、一つの制度ができると、その制度ができておしまいになっちゃうという例が、多いので、1年目よりも2年目、2年目よりも3年目少なくなっていくのが実際だということが実際に多いということがあるかと思うんですけども、ぜひ相模原の中では毎年この効率が上がったたくさんの出会いが出てくるようにしたいというようなことも ありまして、来年度からの事業の中では今日行われるような学習会を繰り返していきたいというようなことも考えております。今日は一つ、そんなことの第一回目というような感じが思っておりまして、いい会にしていけたらいいなと思います。ぜひよろしくお願いいたします。